今日のルールは、一度でも負けたら即終了と。すなわち負けずに100連ドン勝ちしたら、明日の、まあ夜の21時ぐらいまでかかるかもしれません。最強スクワットで100連ドン勝ち目指します。最強スクワットで100連ドン勝ち。いやもう一回絶対なし。もう精鋭部隊で行こうぜ。で今日もみんなに驚きの作戦を考えてきたから、2分で作戦考えてきたから、ただのテスト配信だと思うんじゃねえぞ。いい作戦を考えてきたんだ。それはうんこちゃんすごい。神。弾け飛ぶだろうな、お前らの脳みそが。なので、G メールも直りました。もう本当に、我こそは最強。おついしと、兄者とおとじゃんとやろ。おそじはその4人だよ、んべ。結局、俺も兄者おとじゃんみてえなもんなんだし。なんだこいつ、ムツキ、誰こいつ、俺知らねえんだけど、こいつ、何これ、何この謎のお誘い、ねえ、でこの謎のお誘い何、俺知らない人から誘われた、いきなり、今、ボイスチャット聞こえない?使えない?好都合じゃねえか。ちょっと行ってみるか、こいつの能力を確かめてみるか、お前の、実力を測ってみるか。まあ、ソロはやってねえと。お前やってねえじゃねえか。あーなんか微妙だな。下手じゃねえんだけどな。多分下手じゃねえんだよ。俺なんかよりは全然うまいんだよ。めちゃめちゃスクワットやってんだお前。めちゃめちゃやってんだ。俺どうだ。スタティックス。あーこんなもんか。人のこと言えねえな俺もな。ひでえ、さんさんたるありさま、さんさんたるありさま。まあいいや、一応こいつもキープしとこう。見てえな、ちょっと待ってな、こいつなんで勝手に入ってくんだよ。誰だよお前、おいおいお前誰だよ、いきなりてめえ、お前なんだこれ、誰だよお前。なんで俺こんなわけわかんないゴミ出しやんなきゃいけねえんだよ。めちゃめちゃむずいなリムチーム。なんでこれさ、蒸れてやがる。腐ったみかんだあいつは。あいつは腐ったみかん、あいつは腐ったみかんだ。一人目、田中直樹、おそらく本人だろうな。もしかしたら離婚して暇を持て余してるのかもしれない。いいねいいね、なんかくすん、この黄色いジャンパーいいね。まず一人目、みんなで紹介すっか。これ一人目な、本日一人目の勇者。まあまあでもまあ強いでしょ、まあ強いでしょ。便利屋みたいな KR サーバーで、まあ強いな。強い強い、これ最低ランクだからだ。お前強いわ、うまい。採用採用、強い。ほんとくせえ。僕を信じてください。プロゲームチームに所属しているためでサブ ID なんです。一度だけでも参加させていただけませんか。うわこいつマジくせえ。ちょっと信じてみよう。なんかさ、言い分がマジくさくない。チートだったら俺が撃ち殺すわ。チャンス1回しかねえんだからな。お前ほんと頼むぞ。なるほど、俺の放送都合がいいんだ。声出さなくていいからな。事務所とかにガチャガチャ言われねえでいいな。あと一人、ね、さっきのあいつどこ行ったんだ。あいついいか。じゃあなんだこれ、井口忠人とこれ、誰だよお前。誰なんだお前は、井口忠人は。誰なんだよ。アスジャン、いかがでしょうか。一応たくさんご応募あった中から自分なりに最強のパーティーを組ましていただきました。本日のルールを説明します。ドン活し続けてる限りは未来永劫続きます。ドン活できなかった時点でもう本当にすぐ切ります。絶対に勝ちます。一人ずつ紹介していきます。こいつチーター疑惑の自称プロゲーマー。こいつ一番、これ一番左のやつ。こいつ怪しい。要注意な、お前ら。マークしとけよ、しっかり一番左の鼻から。そしてリーダー。あ、リーダー最後だ。
右から2番目、こいつはもう万能型、万能型期待できる。右から2番目、黄色いユニフォームが光るな。中裸で黄色いユニフォームで、右これムツキ、自己主張のゴミ、こっち人柱。以上。今ボイ不具合でボイスチャットできない。おい、どうすんだよ、どうすんだよそれ。